今日はとっても美味しい料理が食べられるということで、民宿の藤野屋さんに来ております。楽しみです。こんにちは。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。こんにちは、はい、あ、ここすごい広いですね。普通に綺麗なお花と剥製がたくさんありますね。はい、これ上野村で住んでる動物たちなんです。自然豊かな上野村、宿のおすすめは何でしょうか。横の畑で野菜作ってますので、採れたて新鮮野菜が食べられます。早速裏の畑で自慢の新鮮野菜を見せていただきました。このくらいのがね、ちょうどね、もろきゅうには手頃かなって思います。採れたてのこのなってるきゅうりっていうのは、このトゲトゲがあるんですね。美味しい野菜を見分けるコツがあると言います。よし、これハサミで取ったものですね。はい、ここら辺ですかね。はい、はい、よいしょ。あ、美味しそうな。これ割とね、立派な採れたてはあまりアクがないので、はい、こう生でもガリって、あ、甘くて美味しい。美味しい採れたて野菜にこだわっているのがこの宿の特徴です。お客様に美味しいものを食べてもらおうと思って、はい、野菜ソムリエの資格を取ったんですよ。野菜にこだわるおかみは野菜ソムリエの資格を習得。こだわりの収穫したての野菜を使った料理とはどんなものでしょうか。あ、とっても美味しそうなお料理ですね。はい、畑から取ってきたものが並んでます。はい、でこちら先ほど取ってきましたきゅうりのもろきゅうですね。はい、うん、あ、みずみずしくて美味しいですね。はい、うん、こちらが赤いもの味噌炒めっていう、こちらが先ほど収穫した、はい、そうですね。赤いもは上野村特産の赤いじゃがいもです。特徴は煮ても煮崩れしづらく、皮ごと食べられる珍しいお芋です。甘みがあって味付けもとっても良くて、お母さんの味っていうか、お袋の味っていう感じがしますね。はいはい、とっても美味しいです。ありがとうございます。このお肉は冬の間狩猟をして、それで取った上野村産の熊と鹿ですね。なかなか手に入らない熊のお肉をいただきます。いただきます。獣臭くないっていうんですか、脂身が甘い感じですか。締めのうどんにももちろんこだわりがあります。これは土作りからこだわって作った麦ですね。はい、無農薬で育てた小麦の全粒粉で手打ちした少し茶色い自慢のうどんのお味は、自家製なんでこうコシがあるような感じがします。希望者には畑の収穫体験もさせてくれる藤野屋さんは、一泊二食付き7020円から。国道299号から川場地区すぐにあります。